ちょっとこの間、はい、ちょっと喋ろうと思ってた、思い出した、はい、そのあのね、ドラマの撮影1点、うん、で、まあまあ今度日テレ系列で放送されるドラマの2話か3話に俺出んねんけどさ、うん、それがもうクラブでまあなんかちょっとお酒を飲んでるシーンやね。で俺がなんか適当に喋ってウーロンハイみたいな、でいつもなんかいやだからねパーカーって肌身は離さなくなっちゃうんだよね、あすいませんウーロンハイでとか、カメリ派で毎回違うこと言ってて、うん、あキリンってだから睡眠時間短いんだ、あウーロンハイでみたいな、もうここ何でもよくて、うん、でもなんか喋ってる状況でウーロンハイでってそのなんか言ってほしいみたいな、うん、があってずっとそれを変えてたんよ、うん、じゃあ本番行きますってなって、どうすんのそれみたいな、ちょっとあのカメラワークとして長さが違うからみたいな、いつもパーカーだったらこれぐらい、まあ、もう一個なんかあって、アリっていうのは、まあ、働きアリともうだらしないアリがいてみたいな、その割合がうまいことなってるからあんな風に巣ができたり、うん、うまいことあウーロンハイみたいな、その長いパターンもあるからその統一してくんないみたいな、ちょっと物議かもしれして、じゃあそのっていうところからマッコウクジラって呼ばれることになったんだよって言いますって言って、で別に面白くないやん、別に面白くないけど、うん、普通の会話してるっていうのでマッコウクジラって出したやんみたいな、その周りの人間はそういうのがあってクスクスみたいなのあって、うん、じゃ あの行きましょうみたいなのあって、でじゃあ一回カメラテストしますっつって、うん、カメラの位置を確認したいんですって、で吉井さんがマッコウクジラって言ったらここら辺にレーンが来て、うん、で音響さんがこのマッコウクジラの時にこうやってあの本をしてくださいっつって、はい、でマッコウクジラの時にこのレールをバーッと引いてもらって、で吉井さんのマッコウクジラから行きましょう、じゃあマッコウクジラってどれぐらいの音量か言ってくださいって、マッコウクジラ、あそれで行きましょう、じゃあマッコウクジラまで5秒前っつって、いや俺マッコウクジラ言わんかったよかった。マッコウクジラをキラーフレーズにしてたのに、もうネタバレがすごいね。マッコウクジラ、マッコウクジラ。最悪。それだけ見てほしい。